両川駅は石川県鹿島郡中野都町両側にある西日本旅客鉄道7号線の駅である。旧鳥屋町の中心で、現在も中野都町の中心部に一番近い駅となっている。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。側線もある。ホーム間の移動は古線橋で行う。下りホーム側に駅舎があり、駅舎はコンクリートで背が高く、 窓が大きいため明るい。七尾鉄道部が管理する無人駅。2021年3月13日から、愛コカ等の全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。また、上りホーム側に東口もあるがこちらには駅舎がなく待合室が設置されている。一番乗り場が一線スルー化されており、行き違いを行わない。 通過列車については、上り列車も一番乗り場を通過する。ただし、一般的な一線スルートは異なり、上りと下りの本線は、現在も分けられている。なお、当駅には、特急、のとかがり日の上り一本、下り二本が停車するが、すべて一番乗り場に停車する。なお、当駅については、上下線とも両方向の入線、発車に対応している。 2019年度の1日平均乗車人員は321人である。石川県統計所によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、駅東口側には無料の駐車場が用意されている。特急、野戸かがりびの隣の停車駅は、野戸かがりびの高参照のこと。ありがとうございます。